はい、皆さん、こんばんは。ですね、酒好きな新潟人のユッキーです。今回、とうとう、俺が待ち望んでいたね、ビールがね、再販されました。その名は、じゃーん、キリンのブラウマイスタービールです。こちらですね、今から多分10年前ぐらいかな。いや、そんな前じゃねえか。6年前ぐらいに、一度瓶じゃないや、缶で、発売されて、で、しばらく、発売されてたんですけども、まあ、それがね、まあ、もう今じゃ売られてなくてですね。で、まあ、一部の、キリンの、ビールが飲める、なんか、居酒屋的な、ところでしか飲めなかったんですが、今回は、とうとう、缶でね、こちら出まして、これ値段が220円くらいかな。まあ、コンビニで売られておりました。原材料が麦芽とホップと米。で、アルコール度数が 5.5% となっております。キリンのビール醸造職人たちが目指した飲み飽きることのない豊穣で締まりのある味わい。こちらがですね、俺ビールで初めて、ビール超うめえって思った飲み物がこちらになります。まあだから6年前か7年前ぐらい、か8年前ぐらいにね、缶で出たこのブラウマイスターを飲みまして、うますぎると思わせたビールとなっております。こちらはね、ぜひ飲んでもらいたいですね。多分今味変わってなければいいんですが。それではいただきます。乾杯。ああ。ちょっと変わったかな。あ、でも。あ、でもやっぱ、あれだね。あれでもこんな味だったかな。あれ。おかしいぞ。あれ。俺昔飲んだ。やば。昔と味覚が変わってるからかな。あれ。もっと苦かった記憶があるんだけど。あ、でも美味しいですね。すげえ、香りがすげえ。香りの芳醇さがパネ。芳醇な。なんか、マスカットのような、香り。っていうの。そして、このつまみにちょっとこちらをいただく。ニンニクの醤油漬けをいただきます。あ、しょっぺ。あ、でもうめ。味覚変わったからかな。もうちょっと苦いもんだと思ってたけど。でも、美味しいっすね。やっぱり。いや、もう、多分昔の方が美味しい。昔出た、ラベルが、パッケージがね、こんな緑色じゃなくて、当時は、金色だったんですけど、まあ、こちらはね、飲める店、キリンシティっていう、いわゆる居酒屋っていうか、まあ、ビール屋みたいな、ビールのバーみたいな、ところでは今でも飲めるんですよ。
で、ちなみに、まだ俺も行ったことないんですけど、このキリンのブラウマイスターがレギュラー540円。メガが1050円。なってます。高いですね。多分これと量変わんねえんじゃねえ？レギュラーの540円って。それがたったの220円飲めるって考えると、あ、うめえな。やっぱいいな。うめえ。でもこのキリンシティはちょっと行ってみたいですね。店舗どこだ？東京？東京結構いっぱいある、ね。キリンシティ。まあでもこのブラウマイスタービールがね、むちゃくちゃ美味しいって俺が、うなった。俺が当時、うなったんですけど。正直、まあ、俺が二十歳ぐらいの時だからね。あ、だから、9年前か。二十歳ぐらいだから、まあ、8年前とかそんぐらいじゃねえかな。まあ、うなったんですよ。うますぎて。でね、まあ、ちょっと、今飲むと、なんかそんなでもねえなって。そんなでもねえなってこともないけど。いや、確かにうまい。ただ、今飲むんだったら、いっぱい美味しいのっていっぱいあるじゃないですか。でもやっぱり、ブラウマイスターうめえなと思うね。本当に。これうまいわ。本当にやっぱり今飲んでもうまい。ただ昔の方が美味しかった。うん。まあ今飲んでうまいビールなんて腐るほどあるけど、キリンで言うと、ギネスとかハートランド。あと最近でうまかったのは一番絞りプレミアムですね。うん、キリンで言うと。あと秋味とかね。それ言うと、また言うとあれだけど、キリンラガーとか、クラシックラガーも好きだし。うん。まあ、ぶっちゃけ言うと、キリンでね、うまくねえと思ったのは一番絞りだけです。大体。一番絞りとバドワイザーか。あ、一番絞りは大体まずいんだ。ただ一番絞りプレミアムは美味しい。ああ一番絞りはまずい。薄い。もう苦味の中にも甘さがあるもんね。これはね。ああいや、さすがだな。思います。これはぜひ飲んでもらいたいね。ああうまい。うまい。うまい、確かにうまい。うまい。なんか、こう、噛み締めて、うまい。って思うね。ああ、うめえなって。ああ、こんなうまいのが。まだあるのかと。やっぱ若干苦いよね。若干この、苦味っていうか、舌に残る苦味がある。うまい。間違いなくうまい、これは。うまいっすね。さすがにうまい。
コク、甘みも若干あるんだけど、やっぱり苦い。香りも文句なし。まあ、これはまあ、まあ、昔の方が美味しかった。でも、やっぱり。5254です。昔のやつだったら一つ星だったんだけど。ちょっと味変わったなって。っていうより多分俺の味覚が変わったんだろう。かもしんないし。まあ、わからん。うん。まあ、まあ、8年前のビールをね、ビールを、まあ、同じね、味で再現っていうのは難しいですから。ということでご視聴ありがとうございました。